東急7000系の定位置停止支援装置定位置停止装置は列車が駅に停車する際に自動的にブレーキをかけてホームの定位置に停止させるための運転支援装置である定位置停止支援装置とも呼ばれる東急玉川線で使用されている定位置停止止装置の位置補正用地上市と定位置停止地上市 元々は1950から60年代に開発が進められたが、ブレーキの応答性などの問題や必要性が薄いことから当時は実用化されることはなかった。その後、1970年代後半より自動列車運転装置の機能の一部として新設の地下鉄や新交通システムなどで導入が始まった。既存の鉄道においてもワンマン運転化に伴うホームドアやフレ車、 防止センサーなどの導入により、停止時に列車側とホーム側の扉位置を整合させる必要性が生じてきたため、ATO を設置するほどでもない、あるいは ATO による自動運転が馴染まない路線を中心にタスクが普及しつつある。基本的なシステムとしては、ATO と同じく駅手前の一定区間外法に3つの位置補正用。 地上市と駅の停止位置に定位置停止地上市を設置しており、一番外方に設置してある位置補正用、地上市から停止位置までの距離情報を受信すると、車上側に停止位置までの速度パターンを発生させ、そのパターンに追随するように、ブレーキパターン制御を行い、列車の減速制御が行われ、停止位置まで列車を自動的に停止させる、また、 車両のブレーキには迅速な応答性が求められるため、電気指令式ブレーキを装備する車両がほとんどである。ありがとうございます。